お疲れ様です、樋口です。そしてここにいるのが、はい、杉並区の長田です。どうもよろしくお願いいたします。不思議なキャラやな、相変わらず。まあまあまあ、はい、で今回なんですけども、まあ、ガジェット通信我々やってるじゃないですか。そうですね。なんかいろんなこう商品とかがレビューできちゃう、そんな、ありがたいことにね。なんでこれがいきなりいるわけですけど、はい、今日はちょっとね、変わり種持ってきましたよ、はい、見えるかな。で、チロミルクチョコドリンク、チロルチョコですよ。あ、本当だ、チロルチョコだ。チロルチョコですよ。へえ、まさか飲めるとは。このチロルチョコを、はい、溶かして、溶かしてミルクチョコドリンクにした。ちょっと違うような気もするんですけど、まあ溶かしてあるんでしょうね、うん、何らかの力で。一応じゃあちょっと成分見ましょうか。あ、名称、はい、チョコレートドリンク。そこから、うん、そこから、はい。でね、気になってるのが、はい、栄養成分表示、はい、もちろんあるんですけど、100g あたりエネルギー 36kcal、はい、桁おかしくないですか。嘘でしょ、少なくない？思った以上に。本当だ、ミルクチョコって書いて、だだ言いながら、チョコレートこの塊食べたら、はい、ね、何千キロカロリーとかになりませんか。なりますよ ね, ね。で、そう、トータルでこれがミリリットルは300ぐらいじゃないですかね。どうなんでしょうね、200ぐらいかな。275。あ、あ、いいです。これ飲んでいいんですか。もちろん。お、もちろん。じゃあせっかくなので、このチロルチョコミルクチョコドリンク、はい、飲んでみたいと思います。もうね、まだ出来たてほやほやですからね。あ、すげえいい匂いがする。あ、チョコドリンクだ。チョコドリンク、チョコドリンク、つまり、うん、ココア、ココアとは違う、違うかな。え、何が違うの。ちょ、あ、でも香りすごく良くないですか。チョコレートの、そう、すげえチョコレートのドリンクの匂いがする。うん、すごい。じゃあちょっと、あ、いいですか、ちょっと試してみてください。いただきます。僕も今日実はね、見るの初めてなんですこれ。あ、どうですか。すげえドズンって甘さが来る。すげえ。あ、36キロカロリーしかないわけですから、そんな甘いわけじゃないでしょう。そうそう、いや、これね、ちゃんとチョコの、ミルクチョコの、だから普通のチョコだとちょっとビターテイストになっちゃうじゃないですか、はい、チョコドリンクになっちゃう、うんうん、それがミルクチョコドリンクになってるおかげで口当たりすごく柔らかいです。つまりチロルチョコのあれですか。そう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 、あれがドリンクなんですか。すげえ優しい味。いや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 、そうは言ってもね。いいですか、僕が口つけたやつで、すいません。もう全然、いただきます。へえ。ね、チロルチョコだ。そう、すごい。すごいね。ね、よく、すごい、例えばレストランとかでも、うん、あのホットチョコレート、はい、あ、ホットチョコレートっていう形でドリンクとして提供されるのがあるじゃないですか。あります、あります。味のクオリティ全く一緒。なるほど、うん、だからこれで、ね、温めてもうまいんじゃないかな。なるほどね。ホット&コールド、いや、ね、これね、温めてもいける。これね、逆にほら、だんだん寒くなってきたじゃないですか。そうですね。そのタイミングなんで、まあ、今は冷たくキンキンに冷やしてもグイッと飲める。で、うんうん、さっきも言ったみたいに口当たりが良くて、で、思ったよりすっきりしてるんですよ。あの、納得のいく甘さが来た後に、そう、やんわり引いてくんですよ。そう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 、なんで、キリッと飲みたい場合はコールドで、はい、で、ちょっと体も温めたいなと、うん、せっかくならこう、多分甘さがね、体を多分柔らかく包んでくれるので、あったかくして飲むのもいいんじゃないかと。体調悪い時とかもいいかもしれないですね。いいと思います。寝る前にね、これで、あ、確かにホットミルク的な感じ でプラスちょっと甘みが欲しいなっていう時には、うん、ホットチョコレートとしてこれを飲むっていうのもありかもしれません。よく眠れそう。いいな。来るんですかこれ、こういうのよく。メーカーさんのご好意でね、こんなのが出ますっていうのをいただいたりすることもありますし。あら、はい、じゃあなんか気が向いたらしいな。わかりました。今パキッて言いました。気合入りすぎでしょ。わかりました。持ってきますよ。はい、ありがとうございます。持ってきますよ。じゃあちょっと違う商品も楽しみしつつ、まずはこのチロルチョコ、はい、ミルクチョコドリンク、はい、レビューでございました。はい、はい、ありがとうございます。動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひ皆さん、チャンネル登録をお願いします。
画面の下に赤くチャンネル登録と書かれているボタン、そちらをクリックタップしていただいてチャンネル登録をよろしくお願いします。そして、スマホの方なんかもね、ぜひぜひお願いします。概要欄の中にですね、はい、チャンネル登録はこちらというリンク用意していますので、こちらの方をクリックタップするのも大丈夫です。ぜひまた次の動画もご覧ください。バイバーイ。